もう外しても大丈夫だね。君を脅かすものは全部取り除いたから。これでいいんだ。イルザ、美味しそうな木イチゴを取ってきたよ。一緒に食べよ。ユリア、後で食べるから。後で。いけない、怒らせた。あのね、食べないって言ってるんじゃないんだよ。後でゆっくり味わいたいなって思ってるだけ。そう。そこに置いておいてくれたら、食べたくなった時に自分で食べるから。ダメだよユリア。そんなこと言ってちゃんと食べないつもりでしょう。僕には君のことが何でもわかるんだ。お願い、後でちゃんと食べるから。じゃあ教えて、イルザ。キイチゴの何がダメなの？赤がダメなの。赤？赤色がまるで血の色に見えて、いろんなことを思い出すから。食べ物を見ると吐き気がするの。なんだ、そういうことなんだね。そうなの。だから、それなら目を閉じて、僕が食べさせてあげる。目を閉じて。食べさせるのは上手だよ。でも、あの小鳥たちを、ユリアンは。ねえ、大丈夫だから。目を閉じて。イルザ。いい子だね。じゃあ口を開けて。それじゃあ入らないよ。それでいいよ。
食べて。おいしい？そうみたい。じゃあもう一個。赤い色が苦手だなんて、君は小さな子供みたいだね。そうね。困った子だね。やっぱり君は僕がいないとダメなんだ。でもいいんだ。どんな君でも僕は大好きだから。ユリア、君の目も表情も仕草も全部が愛おしいんだ。だからもっと僕を求めているさ。君さえいれば僕は何もいらないんだ。何も余計なことを考えなければ、ユリアンを優しくしてくれる。私もユリアンが好き、大好き。だから今は甘えてもいいんだよね。今日はいいお天気だね。そうだね。見て、イルサ。あっちに綺麗な花が咲いてるよ。ここで一休みしていこうか。うん。ユリアン、どうしたの？なんでもない。何か食べ物を探してくるから、君はここで待ってて。いい？絶対にここを動いちゃダメだよ。ユリア、様子が変だった。追いかけた方がいいのかな。やっぱり動かない方がいいのかな。お願いです、命だけは。フリートの資格がいたなんてね。彼女を傷つけるものは全部消さなきゃ。ユリア、
してるのは自分のためじゃない、私のためなんだ。私さえおとなしくしていればユリアは誰も傷つけない。私がユリアの言うことに従ってさえいれば。ねえ、大丈夫だから目を閉じて、イルザ。そうだ、あの時みたいに。何もかも閉じてしまえばいい。最初からそうすればよかったんだ。ただいま、イルザ。おかえりなさい、ユリア。ちゃんとここで待っていてくれたんだね。嬉しいよ。当たり前じゃない。イルザ。リンゴ？いい子でいたご褒美だよ。綺麗なリンゴ。ありがとう、ユリア。君が喜んでくれるなら、僕は何だって見つけてくるよ。おいで、イルザ。そうだ、これでいい。私は何も考えなくていい。だってユリアンはこんなにも優しいんだもの。一人でお留守番か。ユリアン、まだかな？新鮮な食べ物を取ってくるって言ってたっけ？優しいユリアン、私のことをいつも考えて。だからここで一人でも寂しくない。息遣いが聞こえる。ひどく苦しそうな。ユリアン、帰ってきたの？お前、一人か？ランベルト。ランベルト、どうしてここに？拘束はされてないな。早く外に出ろ。ええじゃねえだろ。あいつが帰ってくる前にここから逃げるんだよ。
逃げるってどうして？あいつは仲間をめちゃくちゃにしたんだぞ。まさか忘れたわけじゃないだろうな。忘れてない。じゃあ出るぞ。グズグズしてたらお前も殺される。優しくしてくれる。もういい。お前の意志なんか関係ねえ。行くぞ。やめて、ランベルト。なんでだよ。このままここにいたらお前まで目を奪われて殺されるかもしれないんだぞ。なんでって、ユリアンが外へ出ていいって言ってないもの。お前何を。勝手に外に出たら、そんなことしたらユリアンに嫌われてしまう。ダメだよ。そんなもの全て俺が振り切ってやる。だから行くんだ。俺と一緒にここから出ていくんだよ。いや、怖い。怖いよ、ユリアン。来ないで。お前。ところにまで来るなんて、君もしつこいね、ランベルト。ユリアン、間に合ってよかったよ。さようなら、ランベルト。くそ。これでもう大丈夫だよ。ユリア、怖かった。ごめんね、怖い思いをさせたね。一人でよく耐えたね。君は本当にいい子だ、ユリア。私も殺すの。どうして？おかしなことを聞くね。ランベルトが何を言ったの？ごめんなさい、何でもないの。大丈夫だよ、
僕にはわかる。君はランベルトの誘惑をちゃんと断ったんだろう。うん、ユリアンがいないときに勝手に動いちゃダメだから。そうだね。それに言ったでしょ、僕が君を守ってあげてるって。本当に？うん、君は本当に可愛いね。褒めてくれるの？もちろんだよ。さあおいで。ああまだ軽いね。もっと食べて元気を出さないと。わかった、ちゃんとユリアンの言う通りにする。いい子だね。いるさ。髪、気持ちいい。いくらだって撫でてあげるよ。僕にくっついて。こう？そうだよ。イルサ、かわいい僕の恋人、僕だけの恋人。私もユリアンが大事。分かってくれるようになったね。ユリアン、私を話さないでね。誰が来ても話しちゃいや。当たり前だよ。僕が手放すはずがない。死ぬまで、いや死んだって僕は君と一緒にいる。よかった、私をユリアンから引き離そうとした悪い人だから殺されてしまっただけ。君は僕がいないと生きられないよね。そうだよ、私はユリアンがいないと生きられない、生きてられない。イルザ、どんなにこの日を待っていたか。僕もだよ、イルザ。僕も君なしでは生きられない。生きる意味なんてない。両思いになれたんだね。両思い？嬉しい。私も待ってた。もう大丈夫。
悪い人は来ないから。